エザナストーン、エザナストーンとは、アクスム王国最盛期の王、エザナが4世紀に建立した石碑である。ロゼッタストーンのように、ゲーズ語、サバ語、ギリシア語の3つの言語で書かれている。エザナ王のキリスト教への改修と、北東アフリカの軍事的経済的大国である、ヌビアのメロイ王国に対し軍事遠征を行ったことが記されている。現在は、アクスムにある、 アクスムオの公園の一角にある。全能の神の助けを受け、世は、ノバ人に対し戦いを挑んだ。彼らは、高瀬川を渡ることはできないと交護し、マングルとハサ、バルヤの住民を襲った。世は、大地の主の力を借りて、彼らに対する軍事遠征を行った。世は、高瀬川のケマル家の私で彼らと戦って粉砕した。 要は23日間にわたって敵に追い打ちをかけ、多数を殺害し、それ以上を捕虜とした。我が兵士たちは大量の分取り品を家に持ち帰った。要は彼らの穀物、制度製品、保存用肉、彼らの神殿に安置されていた彫像などを持ち去った。彼らは、瀬田川に身を投げ、多くが死んだ。その数を上げることができないが、彼らの船は濁流に飲まれ、 多くの男女や子供が溺れ死んだ。世は、瀬田川と高瀬川が合流する区首に到達し、多数の男を殺し、多くを捕虜とした。そして余りは、瀬田川と高瀬川が出会い、半島にある石造りの町に面した場所に王座を据えた。ありがとうございます。